ちら。今日はフロントサイドポップの把握をしていきたいと思います。でまずスタンスですね。スタンスはビス後ろぐらいですね。最初はで、つま先ちょっとこう出すような感じで、蹴り足はオーリーと同じくらいでやります。深さ出したいときはちょっと下げてもいいかもしれないですね。でフロントポップ、多分やり方2種類ぐらいあってですね、まず1つ目のパターンですね。ちょっと僕スイッチでしかできないんですけど、でやるタイプと、ちょっと動きますね。でやる2パターン、あると思います。で今日やるのは、後の方のレギュラーの方の、フロントポップをちょっとやっていきます。でまずこのスタンス構えてもらって、ここはちょっと気持ち前向きます。多分横向いてやると結構背中側に飛んだフロントポップになっちゃうので、前向いて、叩くコツなんですけど、結構僕は体重は叩くと背中体重にならないで、つま先体重に入れます。で、つま先体重に入れて前向いてって感じですね。すると足の下に回ってくる感じになるの で背中側に体重入れてやってみると、みたいな感じのちょっと後ろに飛ぶやつになってしまうので、なるべくつま先側にこう体重入れて、ちょっと前に進行方向の前に押し出してあげるような感じでやると、その場であんまり後ろ飛びしないフロントポップになるかなと思います。いってみましょう。Thank you.